あいつがカー使ってんの。うん、使うことにした。おお。活目せよ。カーだけに。活目せよ。カー。俺たちスナイパー時々使えるということを証明してみせるよ。時々。しばしば使えるということを証明してみせるよ。ほんと。え、これ C 取れるんじゃない？コッキングー！いや、遅いよな、マジで。エイムだけで早いの。スラッタ。装置的に来る。はい。あそこ俺行こうと思った。俺の部屋だ。アルファ取られてる。お、車の頭だし、無理。あ、これね、ストックレスいいな。やっぱそれよ。これニュージェネだわ。ニュージェネでしょ。けど、そう、この武器になんか足りないなと思ってたの多分機動性なんだよな。足音する。待って、おめえの足音じゃねえ、これ。敵。敵か。多分リスポン変わってる。あぶねえ。カウンター UAV だよ。多すぎ。B4 人ぐらいいたぞ今。これは盾がいる。盾反証。おい、投げナイフ構えたらお前の死だ。クラスター前に投てき。あ、ちょっと遠かったかも。ナイフ投げてくる盾をやれるからな。覚えてよ。盾だ！外した！やばい。死んじゃう。ちょっとアルファ俺もし。やべ。いや、クラスターマイン様々ですわ。あれ M4 のコンバージョン使ってる。違った。M4 コンバージョンはね、結構突き詰めないとダメかもな、カスタム。はーい。なんでそこにいた？突き詰めるも何もあれは。集団性次第では化けるかもわからん。あれ無反動になったら化けると思う。RPG ぶっ放してるやつおる。マジでコッキング遅いな、もう。ちょっと全部取られてる。嘘。怖いな、どっから来るのこれ。あ、ブラボー取れるやん。監視ヘリ。もう取られたの？早いな。じゃあ取り返し。おーい、全部取られてる。すぐ全部取られる。ちょっと待って。ああ、目まぐれ。まだいる。最悪だ、もう一番エイムしづらいタイミング。ああ、だけだよ。スナイパーよりハンドガンのキル数が多いかもしれん。さあ。え、俺やで。なんで？は？わお。ああ、ようやるにアドバンスなんて俺には無意味だよ。反射かよそれ。取られちった。あの盾ナイフを投げなくなったんだよね。学習してる。ナイフを投げるタイミングを見計らってるのか。RPG なんて持ちやがってよー。もうナイフの最悪。それ左右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 。ああ、なんかおかしなことになってる。おかしなこと割と接戦だな。そうかい、もうロングボウだったらなんかちょっとごまかし聞いたのに。お、ナイス。反射切れそう。もう本当にナイフ投げなくなっちゃって、さっき投げてきたのに。やべえ、これカーの時代来たわ。ストックレス最高。あとなんか知らんけど腰ダメでも当たるから最高。それはたまたま。反証。ああ意地でも俺を RPG でぶっ飛ばして見せようとする敵がいるんだが、なんすか。ね、まあこれ一応マークスマンなので非スナイパーということにしてください。非スナイパー。俺スナイパー嫌いだから。ロングボウ使える。わお、下手くそがよ。どっちに行ったんだ、自分に行ったのか敵に行ったのか。お前がいじゃあマジでこのボンバーマンいるやん。なんなん RPG を人に向けて撃つな。人に向けて撃つな。ちょ、やばすぎ、やばすぎ。ああ、こいつはちゃんと人と一緒に行動してる。そしてこっち3人抜けた。はっわい。タイミングで3人抜けるの終わってるよ。え、なんでこんな大接戦なのになんで今抜ける敵と結託してんだろ。あれじゃない、なんか3人ともうんこ行きたくなったり。あ、そういう、それは仕方ないふざけんな。ジャンプしたら当たらんて。ちょ、3対6きついって。まだ勝ってるけどさ、点差開かせないようにちょっとしないと。時期に集まる精霊。あ、M4 コンバージョン使ってんじゃん。珍しい。あ、びっくりしたいい取りてえな。わかる。何いや、敵のクラスター置いてある。置いてありますね。なんで当たらん。バトルライフルの MT レッドそんな強かったっけ。え、マジか、当たんなかった。3人しかいないからリスポンが終わってる。なんか終わってる。いや、リスポン終わってる。いや、終わってる。しょうもない。しょうもなゲーミング始まってる。しょうもなゲーミング。ああ、もう。ほら、これ外れるのか。ああ、もうしょうもなゲーミング始まってるこの広めのマップでアドバンス来たらもうおしまいだな。痛すぎ。あよくそんなキルできてね。俺の武器からストック没収したらもうこれですよ。ストック没収したら。は？でかっ！ちょっと出たら3人出てきたんだけど。臭すぎる。ああこんなに頑張ったのにさ、何ですかこの仕打ちは。許さんぞ、途中抜けした場合。味方に引いた3波が大外れだったの。はあ。ちょっとこのカーに希望が持てたわ。チームメイト抜けたら承知しないぞ。はいこんな色違いマップをさ、プレイリストに入れるぐらいならモダン2マップをな全部入れればいいと思うんだがな。色違いなんて別にな。反証反証あぶね。うわぁえ、なんだあいつ。反証反証にならないように祈る回数が増えるな。アルファ取れちゃった。なんではっぶね。ちょっと IMS 優秀すぎん？そんな強い自動追尾爆弾だぜ。チャーリー取られるぞ。あやべ。ああくそ。さらばアドバンスというアルファにリスポンがまだ固定されてる中で使うクラスターマインと IMS 気持ちよすぎたわ。絶対にやられたくない技だわ。びっくりした。うわマジか。あれアルファの ACS が許されなかった。 IMS 俺ブラボーに入れたはずなんだけど壊されたんじゃない。いや使えてない。ああじゃあお前の欠陥品だわ。え使えないんだけど。あ使えた。いや、言い訳をさせてくれ。このマップのコントラストのせいで敵見えねえんだから。ここもともと白っぽいじゃん。やめてほしいよ。確かに。視界大不良なんだけど。取れるかな。外していく。えマジ今の反証スナイパーでブラボーは取れないよ。俺頑張れば取れる。無理です。取れました。素晴らしい。ああ敵かと思った。秒で取り返される。谷たまないくそ。おー反証出てこねえ。無理。ちょっとクラスターマイン B に任せてくれ。2体目の敵を処理するまでにコッキングが間に合いませんよ。それなんで反射？あーぶね。いや外しすぎ。マジか、反射なのかそれ。ワンチャンアルファいける。おいちょクラスター任せてくれ。ビートラーレ大丈夫か。ブラボークラスター。クラスターはクラスターを持って制す。あれ奪われとるよ。はいチャリ行きます。敵のクラスターマインがあるところに自分のクラスターマインを投げた場合どうなるんだ。なんかすごいもったいない感じだった気がするんだけど。じゃあもったいないことしたかもしれない。ああああ What the fuck。 まだあんのクラスターマイン。これだからクラスターマインってさ、あれ ?5 個拡散してるんだっけ。わかんない。まあ、無限に拡散してる。ん？あ、これ敵だ。もう、お前、B ボールクラスターマインで3回。ああ、もう、タイミング悪い。クラスターマイン、しょうもなすぎるだろう。あ、なんだあいつ。トロフィー、ネーシースコア。あー、下手くそ。しょうもなゲーミングよ。じゃあもう黙ってアルファ行こうぜ。リスポン変わるだけやん。そのリスポンを目まぐるしく変わる中で、拠点をね、稼いでいくんだよ。やだー切れそう。もう B 行く。B クラスターマインです。はあ。ACS でハックできん？できません。できんのかやった。あ、仲間が全部破壊したくさいぞ。オッケー。まだある。どうせまだある。ない。どうせまだある。ないっつってんだろ、俺入ってんだわ、今。入ってんだわ。敵がブラボーにいるぞ。追い出せ。普通にこのスコアじゃ負けある。ああ、取られる。いや、ビーバーはやっぱショットガンで待ってるのが一番強いか。いやー、無理だ。ビーバー普通にスナイパーじゃ戦えんでしょ。チャーリー行こう。やるんだよ。無理なんだわ。邪魔くさい。またクラスター設置してるな。お反射。なんでそんなとこ ACS でね。おおマジか。名前が出てこん。ちょっとやばい、逆転されるこれじゃ。つか私先から死んでばっかり。しかもなんかアルファ取られるし、なんか右にいるし、ブラボー取れてるし、よし。いや、ブラボーも取られるぞ、あれ。って聞いた。ダメ。また SE。SE。なんエイムが乱れてきてる。まあ、まだギリいけるか、このスコアなら。もう一回取らないと。あ、チャーリーと。いやー、この武器で反射はマジできついて。おおランニングシミュレーターしてゴールでクラスターマインで死ぬゲームしてるわ。はあ、待ってー。負けちゃうよ。チャリ取ろうぜ。アルファ取られ、ああ。いや、でも一回 B 取らんときついな、これ。いや、俺はアルファだな。あ、B 取れるな。ここでアルファにふるいをかける。ACS バレてなかったのか。ああ、ラグ。取らせん。うわあ！ちょっと待って、このクラスターマインを B ポに設置できるかどうかで全て決まる。行かせてくれ。行ってくれ。おー、届け物です。勝ったな。おー、最悪。よし。エイム終わり。ラストは俺のクラスターマインです。あ、ちょっと、あ、よかった、そっち移してくれ。あ、防衛頑張ったね。11防衛も知るから。お前は俺の介護官だ。あ、お前普段だな。普段は貴様圧倒的に俺の介護官だけどな。